全身の観察ってどうやってやるんですか？ヘッドトゥートゥアプローチのやり方を学ぼう。ヘッドトゥートゥアプローチとは何でしょうか？ヘッドは頭で、トゥは足先ですよね。ですので、頭から足先までの全身のスクリーニングということになります。例えば、お腹が痛いというふうに患者さんが言っているときに、じゃあまず頭から見ますねってなると、患者さんはですね、いや、痛いのはそこじゃねえしっていうふうに思いますよね。ですから、明らかに所作がはっきりしている場合には、お腹だけ見ればいいと思いますが、でも実際には、熱があったりして、どこに原因があるのかよくわからないとか、倦怠感があって、リンパ節が腫れているけど、他に何か異常があるんじゃないかということをこう考えた場合に、よくわからないときには、全身の評価をしていきましょう。そうすると、関係なさそうな臓器でも、何らかの異常がこう見つかるかもしれませんよということですね。細かくは見ないんですが、全身をざっくり観察して、異常所見を把握するという考え方です。我々も患者さんのバイタルサインに異常があった。そして本人も倦怠感を訴えている。ですが、どこがおかしいってことがなかなかわかりにくいということが、あると思うんですね。そういう場合には、全身を見るということは覚えておいてもよろしいかと思います。まずは、視診と触診です。これ全身共通ですが、炎症の兆候があるかどうか。炎症って何でしたっけ？炎症というのは、発赤、熱感、疼痛、主張ですよね。これは全医療従事者共通の言葉になりますので、炎症ってそもそも何ということがわからないと、ニュアンスで話をしてしまうことになりますから、発赤、熱感、疼痛、主張を伴っていれば、それ炎症ですよねということになりますので、誰が見ても同じですよね。僕が見るとあんまり赤くないけれども、先生が見ると真っ赤ってことは絶対ないわけですよ。ですので、これは客観的な情報として捉えるようにしましょう。どこの場所に炎症があるのか、そしてそれは何時何分なのかということを記録して、特にね、炎症の場合には可能であればね、写真撮影をしておくといいのかもしれませんね。あとは色調ですけれども、黄疸があるかどうかたまにありますよね。全身を観察して異常に気づけるようにしたいです。診療の補助の教科書で一緒に出直そう。